随時、エッジと進み方トーループジャンプは、フィギュアスケートにおける、ジャンプの種類の一つ。単に、トーループ、トーとも呼ばれ、また、トーループやトゥループのように記載されることも多い。メープスジャンプ、チェリーフリップ、日本では、チャーリーと呼ばれることもある。後ろ向きの右足のアウトサイドエッジに、左足のトーをついて飛ぶジャンプを、トーループジャンプという。トーループジャンプは、 ISU が認定する6種類のジャンプの中で最も難易度が低いとされており基礎点も最も低く設定されている。右足バックのアウトサイドエッジから体の後ろに左足をついてジャンプを飛ぶということは氷の上でジャンプをするにあたって最も理にかなった飛び方である。というのは右足アウトサイドエッジの描く軌道により体は 空中での回転と同じ方向に回転する力を受けることとなり、さらにフリーレックを軸足の後ろにクロスさせ、等で視点を作ることによって、コンパスのように回転力が補助されるため回転力が得やすい。さらに、こうしてフリーレックを後方、もしくはクロスする形にすることによって、体が回転方向に開く分、フリップ等よりも回転がしやすい。 この回転力をより有効に得るために3ターンなどから入ることが多い。また、回転力を得やすいことから高いジャンプ力が要求される3回転以上のジャンプでは、塔でジャンプを補助できる分難易度が低く設定される。4回転のジャンプもこのトーループで行われることが多い。ありがとうございます。